シタディス、シタディス100、シタディス100は、ポーランドに工場を構えるアルストム・コンスタルが開発した路面電車車両。車内の多くがバリアフリーに適した低床構造となっている部分超低床電車である。シタディスは、アルストムが1997年からフランスを、はじめとした世界各国へ向けて展開する超低床路面電車ブランドである。や編成によって、 多数の車種が存在するが、その中で、スタディス100は、ポーランド各地の路面電車へ向け、アルストム・コンスタルの工場で生産された形式である。編成は、同工場で1998年から製造されていた 116N と同様に、一方の車体にのみ、運転台が存在する、型運転台式の三車体連接車で、両端の台車は、回転軸を有する。 車軸付きの動力台車、中間車体の台車は、車軸が存在しない、独立車輪式台車となっている。動力台車が存在する箇所は 116N と同じく、高い床構造となっているが、アルストムが展開する、シタディス300や同社が買収した、リンケホーフマン製の NGT8D で用いられる、台車を採用することで床上高さを 590mm に下げている。 車椅子用スペースは前方車体に存在し最大2台の車椅子が設置可能である。主電動機は各動力台車に2機配置されている空冷式誘導電動機でリベット素子を用いた VVVF インバータ制御装置によって制御される。また、これらを含めた電気機器はアルストムが開発したマルチプロセッサ制御システムのアニックスによって制御。 管理が行われ、自動的に各機器の状態に関するデータの収集、送信も可能となっている。下にス100のうち、最初に製造されたのは、グダニスク市電向けの NGD-99 である。車体設計が 116N から大幅に変更されており、前後車体にある乗降扉は、右側面2カ所から3カ所に増設され、車端には片開き式の扉が存在する。 これにより混雑時の乗客の流動性が大幅に短縮されているほか、全長も26,600ミ、mm、リメートルに伸びている。1999年に4両の発注が行われ、2000年5月までに全車両の納入が完了した。これらの車両には1001から1004の車両番号が付けられており、2016年には一部車両に対して機器の交換や、 内装の変更を中心としたリニューアル工事が行われている。豊富な鉱物資源を抱えるポーランドのアッパーシュレジア地方には全長 200km 以上にも及ぶ大規模な路面電車網のシュレジアインターアーバンが存在するが、ポーランドの民主化以降は車両や施設の老朽化に加えて路線バスとの競合も課題となっていた。この状況を打開するため、 当時、シレジアインターアーバンを運営していたカトビセ市交通局は、全路や施設の改修など近代化事業に関する入札を実施し、2000年6月30日にアルストム・コンスタルとプリンツのコンソーシアムが契約を結んだ。そして、この中には、アルストム・コンスタルが展開するシタディス100を17両導入する内容も含まれていた。車体形状は、 グダニスク市電の NGD99 から大きく変わり、ワルシャワに本社を置く、インダストリアルデザイン企業のヌカートが手掛けた丸みを帯びたデザインが用いられている。前面窓も楕円型となっているが、向かって左側、上高扉に面した部分が下側に向けて伸びており、運転士の視認性が向上している。車内の座席配置も通路を広く取るために変更され、上高扉付近には、 扉の開閉ボタンや緊急時のブレーキなどが集約された柱が配置されている。また運転台についても NGD99 からスイッチの配置が変わっている。全長については NGD99 よりも短い 24,050mm となっており、上降扉も4カ所に減少している。シレジアインターバン発の超低床電車として2000年から2001年にかけて 全17両が導入され、カトビセ近郊の系統で使用されている。導入当初は、シレジアインター,アーバンの線路状態の悪さから使用可能な区間が限定されていたが、その後の改修工事により運用範囲が拡大している。また、地元のマスメディアによる地域住民を対象にした投票により、カーディックという愛称が付けられている。2019年以降は、 各種電気機器の交換や冷暖房双方に対応した空調装置の設置などのリニューアル工事が進められている。下ス100の導入が行われたのはこの2都市に止まり、それ以上の需要が見込めなかったことから、116ND の全車両の製造が完了した2001年をもってアルストムのポーランドにおける路面電車車両の展開及び買収前の コンスタル時代から長らく続いたアルストムコンスタル工場での路面電車車両の生産は打ち切られ、以降2000年代後半のスタティスマイナス04の開発まで途絶えることとなった。ありがとうございます。